今回は Apple Watch の液晶保護フィルムを貼っていきたいと思います。愛用している Apple Watch、 もうこれがない生活には戻れないと思います。使い始めて、だいたい5ヶ月ぐらいですかね、経過しました。現在の状態はこんな感じ。防水のレザーバンドに透明のケースを装着しています。このケース防水でいいんですけど、本体とケースの間に水が入り込むことがあるんです。本体の機能上は全く問題ないのですが、見た目の面で今回こちらを購入しました。 Apple Watch 用の液晶保護フィルムですね。3枚入りで1200円ぐらいですかね、でした。中身はこんな感じ。こちらがアルコールのクリーニングシートとホコリ取りのステッカーですね。ここにフィルムが3枚入っています。そして取説などですね。こちらは後々貼り合わすときに使う液体スプレーですね。まずはアルコールシートで本体を拭いていきたいと思います。次に付属のクリーニングクロスで表面上の水分を拭き取っていきます。続きましてこちらのホコリ取り用のステッカーで、クロスでは取れない小さなホコリを除去していきます。その次はこちらのスプレーで貼り合わせに使う指を濡らしていきます。指の次は液晶フィルムの粘着面にも液体を吹きかけていきましょう。スプレーを十分に吹きかけるとフィルムがアプローチ本体の上で滑るような状態になるということですが、いかがでしょうか。少しスプレーが足らなかったようなので追加で吹きかけました。フィルムの位置が決まったら付属のヘラで中に入った空気を押し出していきます。フィルムの端の方はヘラではなかなか押し込むことができなかったので、指で強めに押さえていくことにしました。こんな感じじゃないでしょうか。レザーバンドをつけて腕に装着してみました。ウォッチ全体を覆うカバー、ケースもいいですが、こちらのすっきりした見た目もやっぱりいいですね。何よりケースと本体の間に水が入り込むことがないということだけでかなり安心して使えますね。やっぱり道具は使ってみないと使い心地はわからないものです。また一つ Apple Watch がお気に入りの道具の一つになった気がします。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよかったらぜひ。